ですか。因縁の一戦、そして激しい喧嘩マッチになりそうですね。まあ、当然ですね、タイガーは今回はやっぱ喧嘩ファイトでいくでしょうね。そうですね。さあ、これより両選手の紹介だ。なんと小林、どこまでもタイガーマッチを追い続けます。タイガーマスク、山田さん、まさに全国プロレスファン注目の一戦です。そうですね、はい。まあ、これはやはりジュニアヘビークラスではですね、まあ、大げさに言うまでもなく天下分け目の一戦と、はい。まあ、両雄にとってはこれまでに数々の因縁がありますので、はい。まあ、とてもまともな勝負ではいかないと思いますね。そうですね。さあ、まもなく運命のゴングがあります。余裕の表情をご覧いただきました。今ゴングが鳴った。竹内さん、タイガーマスクの表情はどうご覧になりましたか。相当厳しい目つきをしてますね。そうですか。前回の対戦ではデビュー戦と同じくらい緊張したと言っていましたが、緊張を伺えますか。緊張は伺えますか。しかしですね、かなり今の蹴りにしてもその余裕を見てステップバックしてますからね、はい。まだまだ大丈夫ですね。そうですね。今の蹴りにいたしましても、小林邦明の蹴りが要注意だ、キックが要注意だ、このように言っておりました。しかし、まあ、山田さん、冷静に見ますとこの前の札幌決戦、お互いに進化を発揮した一戦と言っていいでしょうね。そうですね、はい。まあ、ただね、小林選手に言わせますとね、やっぱ綺麗なドロップキック、足が伸びました。今度はさっきのキック攻撃のお返しだ。そしてブレンバスターか、ブレンバスター、ブレンバスター決まった。山田さん、つけてください、はい。小林選手に言わせますと、前回は風邪をひいて調子が悪かったと。ところが今日は万全の体勢だから、絶対にフォールしてみせるというふうに試合前言ってましたね。なるほど。そういえば、あとエルボーがタイガーマスクの喉に炸裂。そして今度はグラウンドのタイガーへ落としました。カウント1入ります。先手必勝だと言っていた小林、生中継新宿玄関からの大舞台で力が入るとも言っていました。さあ、ツヤムストのパイルドライバー、ケイスさん見せますね。今日の小林、かなり仕掛けが速くなってますね。さあ、そしてこれからどんどん大技を展開していくのか。小林邦明、ジャンピングネックブリーカードラップ、カウント入ります。カウント2です。山田さん、大技の展開ですね。はい、やはりスピードではタイガーマスク、はい。それから荒技という点では小林選手、はい。これを両方にいいものを持ってますから、やっぱりその辺はね、小林選手が今日は意識的に仕掛けを早めてるようですね。そうですか。そして竹内さん、はい、両雄ともこの新しい兵器、秘密兵器を温存しているわけですよね。今ですね、小林がですね、首と腕のダブルドッグですね、これに入ろうとしますね、はい。こういう関節技も見せてまいります、小林邦明。さあ、苦しい表情であります、タイガーマスク。とにかく決着がつくまでやるんだ、こうなったら後には引けない。新兵器タイガースープレックス85の生贄にしてやる、このように語りました試合前。タイガーマスクであります。さあ、キック攻撃、ミドルキック、そしてジャッピングスピンキック、キックの下攻撃であります。さあ、そして今度はこっちのマット、ラフファイトは山田さん、どうですか、どっちが上ですか。うん、今のところね、先手を取ってる小林選手の方がね、はい、まあいいように見えますね。そして今度はルチャリブルサポーカー、肘を当てました、ラリアット気味、左の肘であります。タイガーマスク、自分のペースを作ります。さあ、そしてタイルドライバーの体勢、ドスランダジャンプしていった、ジャンプしていきました、竹内さん。しかしね、ちょっと頭が抜けましたね。そうですか。今一つタイミングが合いませんでした。タイミングを取りすぎた感じが、バックドロップ、バックドロップ、ここで見せた、リングの中央、ご覧の表情、小林もちょっと頭を打ったようだ。バックドロップも見せるんですね、竹内さん。あらゆる技を仕掛けてきますね。多彩な攻撃を持っております小林邦明。さあ、そして今度はタイガーのバンカー、ロープに飛ばした。そしてタイガーはスクッと立って小林の来るのを待っている。今度は何を持っていくか、ホイップ投げ、ホイップホイップ、腕をホイップ。そしてどういう動きが激しくなった、おっとカウンター、ライトキック、山田さん、カウンターで入りましたね。そして今度は小林の方がちょっと強烈でしたか。全くね、目を離せないですね。一瞬間違い、やブレンバスター、ブレンバスターです。カウント2、カウント2です。どんどん大技を出してまいります。そして首4の字の体勢に入りましたが、今日は竹内さん、まだマスクには手をかけませんね。今のところかけてませんね。正攻法で出てきてますね。
とにかく前回の札幌決戦ではマスクを裂かれました。そして控え室でエキサイトしながらも勝てる相手だ。そしてあの屈辱は一生忘れない。国技館で倍にして返す、これを言っていました。それから山田さん、このスランプ気味ということがタイガーマスク伝えられていたんですが、あの札幌決戦でスランプは吹っ切れたようです。今日の動きはどうですか？しかしね、今のところね、いわゆるタイガーマスクらしい、はい、あの大きな動きが見られてないですね。というよりもむしろ小林選手の速攻にあって、それを封じられているという見方をした方がいいと思いますね。まあ、竹内さん、この試合のポイント、ズバリどこになりましょうか？これはですね、タイガーが空中戦をどこで仕掛けるかですね。空中戦、今のようなですね、関節技になりますとどうしても小林の方に分がありますからね、はい、タイガーとしてはともかく離れて大技で勝負に出ることですね。そうですか。そうしますと山田さん、これは自分のペースを崩されるとタイガーちょっと危ないということが言いますね。はい、今はね、あの形の上では構成点を取ってますけれども、はい、いわゆるそのリングを大きく使ってもう派手に動き回る、いわゆるタイガー流の動きがね、はい、今ストップしてますからね、ちょっと怖いですね。5分が経過いたしました。ここで関節技の応酬、そして力比べになりますか？力比べになります。さあ、小林の表情、そしてタイガーマスクの表情、力が入ります。リング上、さあ、ここでタイガーが反撃の板口をつかみました。バックステップのキックを見せました。小林、ゆっくりと今場外にエスケープいたしまして、この自分のペースを作っております。リング上、タイガーマスク二王立ち。ここからお互いどう攻めれたらいいですか、山田さん？やはりね、今小林選手前を取ってるのはですね、あれだけ力を入れて速攻をかけた、はい、スタミナロスを防いでると思いますね。ああ、そうですか。やはりこういうところはうまいですよ。なるほどね。さあ、そしてまた動きが速くなりますか。さあ、ショルダータックル、これはタイガーが勝ちました。そして今度はこっちのロープリバウンドだ。タイガーマスクグッと取った。小林がロープへ飛んだ。タイガーマスクかわした。アンチフリップ、構え投げ、そしてドラッピック、足が綺麗に伸びた。さあ、山田さん、空中殺法ですか？いったぞ。しかしこれは小林よく見ていた、かわされました。しかしタイガーマスクもどうやら投げた、着地がうまくいきましたね。大丈夫ですね。危なかったですね。着地がうまかったですね。そうですね。今はね、はい、ヒヤッとしたんだけども、タイガーマスクの方ダメージはないですね。そうですね。さあ、またさっきと同じ体勢になりました。リング上はタイガーマスクであります。空中殺法が一つ出ました。さあ、山田さん、この次どう攻めます？やっとね、タイガーマスクらしいね、はい、動きが徐々に出てきましたね、まあ、これをね、どんどん続けていかなきゃダメですね、はい。さあ、今度は小林がボストンクラブの体勢、ボストンクラブの体勢、逆転の体勢に入りました。がっちりとステップオーバー、もう少し腰が下りれば完璧な体勢であります。タイガーマスク、腕の力で跳ね返す。さあ、この動きご覧ください。小林が返します。エビ固めのホールドを見せます。そして両者ハンティングポジションを取りました。さあ、そしてブレンバスターか、いや、ダブルアームスープレックス、小林を投げた。七色のスープレックスを使います。タイガーマスク、タイガースープレックス84、そしてタイガースーパースープレックスもあります。華麗に飛んだフライングボディアタック。最も危険な男タイガーマスクと小林の一騎打ち、リング上一進一退の勝負が行われております。さあ、タイガーマスクがロープに小林を振って、あっと、ドロップキック。この竹内さん、タイガーの動き読めると言ってたんですが、ちょっと読まれてる節もありますか？そうですね、まだまだ読まれてますね。そうですか。そういえば、山田さん、チャボ・ゲレロも同じようなこと言ってましたね。やはり同じパターンになっちゃうとどうしても読まれてしまいますからね。さあ、トンボを切ったが、あっと、ラリアット、ここでラリアット。札幌でもこういう場面がありました、竹内さん。これは不用意でしたね。また不意でしたね。そうでしたね。さあ、ここで明暗が分かれるか。さあ、ラリアット、これを壊した。しかし、ミドルキック、タイガーのストバックにめり込んだ。さあ、小林がアピール、一番はアピール。さあ、予告して飛んだが、今度はタイガーがかわした。素晴らしい試合ですね、竹内さん。タイガーも飛びますよ。そうですね、タイガーが飛びます。今度はコペですね。今度は頭からいった。小林朦朧としている。タイガーマスク、頭からトペを完工いたしました。ご覧の苦悶の表情、小林君。しかし、ちょっとタイガーマスクも動きが止まっております。さあ、僕、新国人さん、1000人のお客様、小林コール、そしてタイガーコール、はい、仲間しております。ここはもう正念場領有。タイガーマスクがエプロンサイドからまず第1弾の攻撃を見せる。ブレンバスター、覆いかぶさります。山田さん、タイガーも
凄みが出ましたね。そうですね。さあ、そして、ハイアースプレックスが入ってます。ハイアースプレックスの体勢だ。チキンウィングの状態にとっている。これ、84分の体勢ですね。84年型です。さあ、しかし、この体勢を諦めた。おっと、しかし、バックドラップは小林。バックドラップは小林。今、どうしたんですか、山田さん。バックドロップね、ちょっと小林選手も頭を打ってましたね、はい、そうですか、エレフリーが両方を確かめてましたから、ダブルドックダウンという形になりました。さあ、しかしその勝負は延々に続きます、延々と続きます。小林がトップラップ、小林がトップラップ、タイガーが下から、おっと大きな歓声が沸き起こる、日本新国技館、雪崩式ブレンバスター、さあ、ちょっと小林の浮き集まったカウンター2、いや、2.5、なだれ式のブレンバスターです。山田さん、いや非常にね効果があったんですがね、はい、惜しくもピンフォールは奪えませんね。カウント 2.5 です。そしてもう一回行くか、今度は何かエルボーか、なんだ、あーとエルボーだ、のだ元をえぐった。さあ今度はカウント入るか、2。小林も必死の思いで返す、小林も必死の思いで返す。あーっと2人の名勝負でありますが、あー小林が今度は後ろへ振った。タイガーマッチ、完全に頭を打ちましたね、高橋さん。かなり高い位置ですからね。高い位置です。カウント2の応酬であります。止まりくると山田さんも気合いだけですね。そうですね。ギリギリの勝負になってきましたね。ギリギリの勝負。ミドルキック。これがスタミナを奪います。さあ、そしてまたアピールしたぞ。フィッシャーマンズスープレックス。危ない。しかしロープです。足がかかっています。ちょっとね、技をかけた位置が悪かったですね、はい、そうですね。さあ今度はリングの中央だぞ。ロープへ振って反動。さあどうだ、回転固め、これを返す。もつれ合う両雄、大技も出します、小技も出します。両雄です。さあこれで場外へ両雄もつれ込んだ。こうなると竹内さんどうですか。場外を送り込んだブレンバーサードですけどね、ちょっと両者のダメージ危ないです。ですね、あーっと鉄柱だ、小林タイガーを鉄柱だ。そしてバックドロップ、もうこうなると女優根性だけ、気合だけ、カウントは進む。あーしかしここでゴングだ。ゴング、タイガーマッチが先に戻りましたが、竹内さん、ゴングの方が早かったようですか。そうですね、ちょっと惜しいところだったですね。そうですね、この1番1000人のお客様からは盛んな延長コール。山田さん、これは分かりますね。そうですね、まあやっぱりはっきり決着がついてないだけに、はい、しかもあのタイガーマスクがもうあとほんのほんま何秒か、はい、もうわずかに遅れたような感じですかね。そうですね。さあこの両選手、あっとタイガーマスクと小林、11分22秒正式なコールが入りました。両者リングアウトということでありますが、またまた高校は持ち越されましたね、山田さん。はい、しかし、まあ、こういう形でのね引き分けっていうのはね、やっぱりちょっと燃焼度が足りなくなって残念ですね。そうですね、